で今日は、鮭の、ホイル焼き と、ゴーヤのゴーヤ2種、これがゴーヤの味噌漬け、これが生姜、こちらがゴーヤの茹でたもので、かぼちゃ、冬瓜、トマトと、こちらは大花さんの味噌、こんにゃく味噌ラーメンに、ケチャップとか下味をつけて、馬肉や、冬瓜、トマトなどお野菜、えぬきなども入ってます。ちょっと色が味噌の色じゃないのはトマトソースを隠し味に入れて味を変えて飽きないようにしています。飽きないかつヘルシーです。